今回はワックスの正解は人それぞれなんだから、ある程度の活性性を保つことができているんであれば悩む必要なんてないんだよって話させていただきたいと思います。おはようございます。レイトプロジェクトの滝沢健一です。私は北海道でスノーボードのレッスンをやったり、インスタグラムや YouTube を通してスノーボードの楽しさやスノーボードの上達の方法を伝えさせていただいております。スノーボード人口を増やしたい、そして業界を盛り上げたいと思って活動しております。皆さん一緒に楽しんでいきましょう。本日はオンラインスクール SBOS の生徒さんからの質問となっております。ホットワックスのベース作りに関する質問です。ベースワックスを塗る際、ピンクを3回、紫を3回、ブルーを3回、合計の9回、もしくはピンクを1回、紫を1回、ブルーを1回、これを3セット、合計9回、どちらが正解でしょうかというね、質問となっております。ありがとうございます。これね、ワックスの塗り方って迷いますよね。調べてみると人によって言ってることが違っていたりだとか、メーカーによって推奨が違うことがあります。そんなお悩みをね、今日はね、解決していきたいなと思います。ちなみに今回のワックスでありましたピンク、紫、ブルーっていうのはガリウムというメーカーのワックスの話となります。ピンクが柔らかくて温度帯が高いワックス、そしてブルーが硬くて温度帯が低いワックス、紫がその中間となります。他のメーカーでも同じようなことが言えますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは質問にお答えさせていただきたいと思います。はい、どちらも正解です。なぜならワックスに何を求めるのか、どれくらいこだわるのかによって変わるからです。どういうことかというと、ワックスを塗る目的は人それぞれ違います。大きな枠で考えれば、滑りを良くするためにワックスを塗っているっていう人がね、ほとんどだと思いますが、例えば競技者と初心者では求めるスピードが違いますよね。そして競技者と初心者であれば、作業に割くことができる時間も違いますし、技術も違います。さらには競技者と初心者ではワックスにかけることができる予算も違ってきます。ですから環境や滑走性能、そして予算、作業時間、こういったことをね、考慮した上で最低限のワックスができていれば十分だと私は思っています。ですから誰もがマニュアルに従う必要はありません。まあ、こう言ってしまうとね、メーカーの人に怒られそうですけどね。実際私自身も競技者自体はマニュアルに沿ったワックスを入れていましたが、今はほとんどマニュアルに沿らずに自己流の時短ワックスをやっています。就職してからはワックスにかける時間っていうのはほとんどなくなってしまいました。ですから最低限の作業でストレスなく滑ることができればそれで十分でした。本格的にワックスに取り組んでいる人は一般の人にもその技術を教えたがります。これは仕方がないですよね。でも果たして一般の人がそこまで求めているのかっていうところがね、大切だと思います。決して私はワックスの専門家ではありませんが、20年以上ホットワックスをやってきて競技者も経験してきました。その知識と経験で今回はね、お伝えしていきたいなと思います。ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。今回はベース作りについてね、お話しさせていただきますが、他のワックスでもね、応用が効くお話だと思いますのでね、ぜひ聞いてください。まずメーカー推奨についてね、お話しさせていただきたいと思います。ガリウムというメーカーの推奨はピンクを3回まず塗ります。その後に紫を3回塗ります。そして最後にブルーを3回塗ります。この順番で合計9回を塗っていきます。このメーカー推奨のやり方の多くは競技者向け、もしくは、より高い滑走性能を求める人向けのマニュアルだと思います。それは当たり前ですよね。競技者の方が使ってこのワックスはいいよって宣伝してくれないと、ワックスって売れないですからね。ですからメーカーは競技者の方たちにはこういう風にやってほしいよっていう情報を多く発信しています。このワックスの塗り方のメリットとしては、まずスピードが出るよってことが一つ、そして長持ちするよってことが一つ、そしてワックスの性能を引き出せるやり方だと思います。まあそれはメーカー推奨っていうぐらいですからね、そのワックスの性能を引き出すためにこういうやり方をしてくださいってことをね、伝えていると思います。デメリットもあります。まずは手間と時間がかかります。実際9回やるって結構時間かかりますからね。そしてワックスの量が必要になります。必然的にワックスを使うのでお金もかかります。競技者であればワックスも勝つための投資になりますので絶対必要になります。スピード競技をやっていればワックスはとても大切ですよね。こうしたメーカー推奨のやり方をね、おすすめしたいね、ユーザーとしてはまず競技者の方です。そしてワックスのやり方に、ね、こだわりたい人にもね、おすすめしたいですね。そういったちゃんとしたマニュアル通りやりたいって方いらっしゃいますよね。そして滑走回数が多い方、これはね、おすすめしやすいです。やっぱりワックスが長持ちするので、最終的には滑走ワックスの回数が少なくなって、逆にですね、手間と時間も節約できるし、ワックスの量も節約できる場合があります。そして
これ大切。作業時間と予算が確保できる人、特に作業時間ですね。これピンク3回、紫3回、ブルース3回、合計9回って考えると、1回30分だとすると4時間半の時間を確保しなくちゃいけないです。半日丸々ワックスをかけるって結構気合いりますよね。ですからマニュアル通りやるってことは結構ね、ハードルが高いと思います。それでは次はもう少し簡単なやり方をお伝えしていきたいなと思います。ベース作りの順番としては、ピンクを1回、紫を1回、ブルーを1回、そしてかけるそれを3セットやるやり方です。これって一見順番が変わっただけなので、手間や作業時間は変わらないと思います。しかしながら、これ聞いてください。メリットとして、途中でやめても OK です。なぜなら、ピンク、紫、ブルーって1セットでまずは全色入れているので、ほどほどのベースができます。ですから仮に時間がなくって1セットしかできないよっていう方でもこれで OK です。そしてトップスピードは落ちてしまうかもしれませんが、ある程度の効果は期待できると思います。これが仮に3セットやるのを目標でやっていたとしても、2セットまでしかできなかったっていう時もあると思います。それでもね、全然いいと思うんですよね。途中までしかやってないけども、3色はとりあえず入れたよっていう状態になります。というふうに考えれば、もう最初から1セットにするだとか、最初から2セットしかやらないよって決めれば、作業時間も短縮できます。おのずと入れる回数が減るので、使うワックスの量も減らすことができます。これがいいのか悪いのかっていうのは、次のデメリットを聞いて判断してもらいたいなと思います。まずデメリットの一つ目としては、トップスピードが先ほどの推奨のものよりは劣ると思われます。競技者であれば死活問題です。そしてワックスの持続時間、持ちが悪くなる可能性もあります。滑走回数が多い人だったらこれじゃね物足りないと思います。そして最後にメーカーの意図した効果を得ることができない可能性もあります。これが競技に勝つために必要なワックスだった場合は NG です。いかがでしょうか。このデメリットを聞いた時に、いやそれじゃ困るなと思った方は推奨通りやった方がいいと思います。しかしながら、トップスピードそんなに求めてないなだったりだとか、持ちが悪くなったとしてもそんなに気にならないなっていう方、ワックスの性能にもともとそんなにこだわりがないなっていう方であれば、別にマニュアルに沿ったワックスの入れ方をしなくても良いと思うんですよね。もしそんな感じであれば、次のような方にはお勧めできるかと思います。例えば一般の人ね、競技に出るわけではないのでストレスなくある程度の滑走性能があれば十分だと思う方は結構多いと思います。そして次に忙しい人ね、ワックス入れてる時間があったら滑りに行きたいよって方ね、結構多いと思います。そして最後に滑走回数が少ない人、もともと年に 1,2 回しか滑りに行かないような人であれば、ホットワックスをしなくても良いと思います。このようなことを言うと邪道と言われるかもしれませんが、実際私はベース作りすらしていません。でも他のね、自分なりのオリジナルのやり方で十分滑走性能は確保できています。とはいえ、しっかりワックスをやっている人にスピードで勝てるとは思っていません。でも競技をやっているわけではないので、スピードで勝ちたいとも思ってはいないんですよね。ですから私自身、ワックスに時間をかけるよりもどちらかといえば一本でも多く滑りたいと思っています。私の考えにね、近い人はね、マニュアル通りやんなくても大丈夫じゃないかなと思います。さらに邪道な裏技をお伝えしていきたいなと思います。ワックスに予算をかけれないっていう方はブルーだけでも良いと思います。例えばピンク、紫、ブルーってまず最初から3つ買わなきゃいけないですよね。ですからこれをもうブルー1つにしちゃうっていうのも1つの方法です。硬いワックスをしておけばデメリットが少なくなります。柔らかいワックスは冷えている時だったりとか汚れの多い時は滑りづらいんですが、硬いワックスであれば寒い時はもちろん、暖かい時でもある程度滑りますし、汚れもつきづらいです。自分自身ほとんど硬いワックスしか入れてません。そう考えたら理想は青を9回入れるっていうことになります。でもこれってもういつやめてもいいですよね。青1回しか入れてないよって言ってやめてもいいし、青2回しか入れてないよって言って入れてもやめても OK です。あとは自分の余裕のある時に入れれば OK っていうやり方です。これも同じく競技者の方にはおすすめしません。道具を最低限にしたいなと思っている方にはおすすめです。それでは今回の話ね、まとめさせていただきたいと思います。まずワックスのやり方っていうのは、その環境であったりだとか、求める滑走性能であったりだとか、避ける作業時間であったりとか、持ってる技術、そして予算などによって様々異なりますので、個人個人違って当たり前なんだよってことをね、まず覚えておいてください。さらにメーカー推奨のやり方っていうのは、競技者向けやワックスにこだわった方向けにね、作られたマニュアルが多いです。もちろん初心者向けや一般の方向けにね、作られたマニュアルもありますので、それはそういう風にね、ちゃんと記載されていると思います。
スプレーワックスなどの簡易ワックスはね、初心者向けとか初心者におすすめってちゃんと書いてありますよね。そして競技者ほどスピードを求めていない人や作業をする時間がない忙しい人、滑走回数が少ない人は邪道なやり方でもありだと思います。ご自身がどのような環境で滑るのか、どのような滑りをしたいのかによってね、ワックスのやり方をね、判断してもらいたいなと思います。そして最後に伝えたいこと、ワックスは最低限塗りましょう。ワックスはスピードを出すためだけではありません。コントロール性能を良くするためにもね、ワックスは必要となります。特に初心者の人、スピードが出ると怖いよって言ってる人、それ間違いです。板が走らないってことは横にずらす動きもやりづらくなるんですよね。その分コントロール性能が悪くなります。切れない包丁で野菜を切るよりも切れる包丁で切った方が初心者の方だって美味しい料理作れますよね。それと一緒です。ワックスは最低限塗りましょう。今回の話は以上となります。ぜひ皆さんもワックスのこだわりコメント欄にご記入ください。私自身も皆さんのコメントね、参考にしたいと思っております。長い時間最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健二でした。バイ。